どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、11月9日で、日付を回ったぐらいにですね、またこちらの案件が再浮上しております。セゾンアメックスプラチナビジネスということで、何度目だって感じですよね。いや、私もね、もう今回はもうさすがに、動画解説はね、もういいかなと思ってまして、まあ、チャンネル登録してる方、まあ、してない方もそうなんですけども、まあ、同じ内容のね、動画を何回も出しても、いや、申し訳ないなっていう感じで、まあ、そこまでね、ちょっとはね、変わるかもしれないんですけども、まあ、そこまでね、変わらないから、もういいかなと思ってたんですけども、一応ね、YouTube のコミュニティ欄でですね、コメントして、それでね、いいねが一人でもつけば解説動画ね、まあ、求めてる方がいるのであればね、ぜひ作りたいなと思ってまして、まあ、12人ぐらいの方がね、いいねいただけまして、まあ、ではじゃあもう作ろうということで、まあ、こちら作成させていただいております。で、ポイントサイト EC ナビっていうポイントサイトで、こちらセゾンアメックスプラチナビジネス案件ですね。こちらにクレジットカードの案件が、5万7千円で再浮上しております。で、5万7千円で発行&利用案件ということで、この5万7千円をもらうためには、まあ、クレジットカードの発行と、利用が1月31日までに50万円まで利用するっていう条件となっております。まあ、条件は厳しいですよね。まあ、5万7千円ですからね。まあ、現金決済で考えても、まあ、50万円使えば45万円で済むっていう、まあ、簡単な計算だとそうなりますよね。っていうぐらいね、結構ね、凄まじいポイント数がもらえる案件ですので、まあ、利用条件も結構厳しいっていう感じですね。で、私も、ちょうどね、先日、このクレジットカード修行っていうんですか、このアメックスプラチナビジネスのね、ポイントをもらうための50万円の決済がね、ちょうど先日、まあ、ニューヨークのね、旅行とか、まあ、そういうのを含めて、まあ、達成したっていう形なんですけども、この、アメックス、セゾンアメックスプラチナビジネスなんですけども、年会費が2万円、2万円初年度から本来はかかります。ですが、今月中ですね、11月の30日まで、初年度年会費無料キャンペーンを今やっておりますので、まあ、私はね、9月の終わりぐらいに作ったんですけども、年会費の請求来ておりませんので、大丈夫です。ちゃんと年会費無料でね、初年度だけですけどね、維持できますんで、1年間の間は、まあ、年会費がかからず、この、プラチナカードをね、維持できるっていうものになっております。で、名前の通りね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードということで、まあ、ちょっとね、普通のクレジットカードと違うのかなって思う方多いかもしれないんですけども、一緒です。こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないですけども、結構ね、ビジネスカードっていうのは、まあ、本来ね、個人事業主の方とか、まあ、会社の社長さんとか、そういう、まあ、経営者の方向けのクレジットカードなんですけども、まあ、これもですね、すごい、なんて言うんですか？すごい厳しい基準を設けてるところもあれば、まあ、普通の会社員の方でも発行できるみたいなね、まあ、結構、会社によって全然違うんですよね。で、私も、普通に発行できましたし、まあ、会社員の方、まあ、主婦の方とかね、発行できている方、すごい多いんで、まあ、審査としてはかなり緩めなんじゃないかなっていう個人的見解を持っております。で、セゾンアメックスプラチナビジネスカードの還元率についてなんですけども、まあ、貯まるポイントが永久不滅ポイントということなんで、まあ、ANA マイルを貯めるっていう、ね、意味ではね、まあ、2年目以降ね、2万円かかってしまいますんで、まあ、そこまでね、すごいいいですよっていうクレジットカードでは、まあ、ANA マイルっていうのを貯めるっていう意味ではそんなでもないんですけども、何度かね、この動画でも、言っておりますけども、JAL マイルの、還元率としては、本家をね、超える還元率となっているみたいで、まあ、ちょっと私ね、JAL マイルの知識って本当に全然ないので、ちょっと申し訳ないんですけども、毎回言ってる通り、Twitter でね、絡みさせていただいている、モズさんっていう、JAL マイルのプロブロガーの方がいらっしゃいますんで、そちらの方のね、ブログを概要欄に載せておきますので、ぜひね、JAL マイルをこの動画でね、実は JAL マイルも貯めてますよっていう方は、ぜひね、そちらを、参考にしていただけたらなと思います。で、こちらのクレジットカードですね。まあ、額面見ていただける通り、プラチナカードなんですよね。プラチナカード。
ですので、プラチナコンシェルジュっていうものが付帯します。プラチナコンシェルジュ、まあ結構し、知ってる方はまあ多いと思うんですけども、レストランの手配とか、飛行機の手配、ホテルの手配とか、やってくれるんですよね。こちらに電話して頼むとですね。そういうサービスを無料で提供してくれるっていうのがこのプラチナコンシェルジュで、もちろんね、サービス内容はね、公式サイトをね、すごい結構、なんつうか多岐にわたるサービスなんで、確認していただきたいんですけども、ざっくり言うとこんな感じっていう感じで、で、私もですね、このプラチナコンシェルジュに電話して、次回のニューヨークのね、ちょっと難しめのね、レストランとか、ちょっと予約をお願いしてみたんですよね。この店のここ予約できませんかみたいな感じで聞いたんですよね。できませんでしたね。このコンシェルジュのサービスっていうのもカード会社によって全然違うみたいで、やはりね、普通の、プロパカードの、アメックスプラチナの、コンシェルジュデスクっていうのはもう、なんていうんですか、断らない要望断らないみたいなのが結構有名みたいで、そちらに比べるとやはりね、ちょっと今回は予約はできなかったんですけども、オペレーターの方にねちょっと聞いたところ、このエリアでこういう料理のお店を予約してくださいみたいな感じだと、結構有名な都市であれば、海外でも予約することは全然可能ですっていうことでしたんで、ぜひね、持たれた際にはですね、こういうのも本当に多岐にわたりますんで、こういうの頼めるかなみたいな時は一度電話して相談してみるのも、もちろん、手なんじゃないかなと思いますね。せっかくプラチナカードをね、持てるわけですんで、ぜひね、利用していただきたいなと思います。で、やはりね、このセゾンアメックスプラチナビジネスの私の一番の推しポイントは、やはりこれなんですよね。プライオリティパス。このプライオリティパスは、もともとラウンジに入れるカードということで、基本的には普通に入会することもできるんですけども、クレジットカードに付帯しているこのプライオリティパスだと、1回いくらで入れるプラン、10回まで無料で入れるプランで、何回入っても、使い放題のプランみたいな感じで、その一番上のプランがこのセゾンアメックスプラチナビジネスに付帯しているんですけども、これが無料で維持できるわけなんですよね。なぜかというと、こっちの年会費が無料なんで、一緒についてくるこれも、無料で維持できてしまうっていうのが、このプライオリティパスの、セゾンアメックスプラチナビジネスの私の推しポイントっていう感じなんですよね。プライオリティパス何回でもね、入れるこの会員で、やはり一番有名なのは、楽天プレミアムカードが今ね、やはり有名なんですよね。で、私も以前は、最安値が、楽天プレミアムカードっていうこともありましたんで、以前はね、楽天プレミアムカードを利用してたんですけども、やはりこの、なんていうんですか、1年間無料で、維持できるのであれば、やはりこっちに移行するべきだなと思いますし、私自身も、楽天プレミアムカードを解約しちゃったんで、個人的にはね、1年間、なんていうんですか、できるだけ無料でね、維持できた方がいいですよね。で、こちらもね、もちろん何回でも入れる、何回入っても追加料金のかからないプランとなっておりますんで、そこも推しポイントとなっております。それではね、プライオリティパス、発行されるおすすめの方っていうのは、私個人的には SFC 修行を予定されている方、海外でね、で、あと、海外によく行かれる方ですね。LCC とかね、航空会社を選ばないっていうのもね、結構強みですんで、特にね、SFC 修行とかでね、海外に行かれるっていう時にね、一つ持っとくとね、私自身も、クアラルンプール国際空港で、プラザプレミアムラウンジでね、6時間滞在させてもらえたのは、本当に良かったんですよね。私、クアラルンプールの、ANA 指定のラウンジがね、搭乗の3時間前からしか入れないっていうのをね、聞いておりませんで、行って断られてしまったんですよね。ですんで、このあと6時間ぐらいどうしようみたいな感じで、プライオリティパスのラウンジに聞いたら、6時間いていいですよ。公式でもね、6時間 OK みたいらしいんでね。で、6時間下校できて、本当にね、命つながったじゃないですけども、食事もアルコールも、シャワーもね、利用できるそのラウンジが、利用できたということでね、本当に助かったっていうのがありますんで、SFC 修行を海外でされるっていう方はね、ぜひね、一応なんていうんですか、
保険じゃないですけども、一応持たれていくことを、まあ、お勧めしますね。で、最後にこのポイントサイト EC ナビなんですけども、今現時点では、東急ルート、ANA マイルに交換する東急ルートっていうものは、開通しておりません。今現時点で。まあでも、個人的見解ではあるんですけども、今後ね、開通しないっていうのはあんまり考えられないんで、まあしばらくね、まあ様子見ていただけたら、まあ多分開通するんじゃないかなと思います。で、私もね、この EC ナビで利用してますんで、まあしばらく、様子見、ANA マイルに交換しようかなっていう感じで思っております。ちょっとね動画長くなってしまったんですけども、今回はですね何度目だっていう感じですね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードの、ポイントサイト案件再来もしかしたら、あれかもしれないですね、今後もまだ出るかも知れないですね。まあ今週一応ね土日限定にはなってるんですけども、来週再来週とかねまだ、あるかもしれないですね。こればっかりは分かりません。私が、今回紹介したのは EC ナビっていうポイントサイトですね。で、それ以外とかねまあいろいろ私 EC ナビのアカウント持ってないっていう方は、ぜひねご自分で調べてみてください。まあこれ以上ね、前回の動画同様ね、これ以上私には言えませんので、ご自身で調べてもらってください。もしね、なんやねんこいつみたいな感じで思った方はですね、ぜひツイッターのダイレクトメールいただければ、この意味深発言の説明はさせていただきますんで、よかったら DM、ツイッター等々でください。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のこのツイッターではですね、普段の私生活から、ポイントサイトの案件とかもね、つぶやかしていただいたりしております。で、私のこの動画のチャンネルではですね、ANA マイル、ANA のこと、ANA のキャンペーン、ANA マイルに、貯めるポイントサイトの運用方法なんかをね、紹介させていただいたりしております。で、それ以外には、飛行機レビュー、飛行機の搭乗レビューですね、マリオットボンボイの宿泊レビュー、クレジットカード、お得情報なんかもね、紹介させていただいて、最後に、ね、私の大好きな街はニューヨークの紹介もしております。もしよかったらぜひ、チャンネル登録して見ていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。